ケーミア町小国。何？何？地下に行くって。俺てっきりその通路を調べるんだと思ってたけど、ない、何もない。はしごを登れば地上に出ることができる。 OK、 じゃあ上が前が行き止まりみたいなんだよ。おおお、照明が怪しく赤い光を放っている。ああいいね、 BGM とかない、いい、いい雰囲気。鉄製の大きな箱が置いてある。黒ずんだ色合いから作られたのはだいぶ昔であることがわかる。両手を蓋の下に差し入れ、力を込めて引っ張り上げると、箱を持ったよりも大げさな音で口を開けた。中にはいくつかの工具と手帳のようなものが入っていた。ハンマー、ナタ、赤い手帳を手に入れた。ナタ、何、いろいろ入ってましたね。その手帳、何が書いてあるんです？愛と共にペラペラとめぐってみる。やけに細かい字で書き込まれている。暗い場所では読む気になれない代物だ。だが文字以上に注意を引いたのは、何の匂いだこれ。重視、香料、そして血の混じり合ったような異様な臭気が鼻をついた。何、重視、塗料、血。この手帳が周期の源であることに気づくのに、そう時間はかからなかった。よく持ってられますね。早くしまった方が良くないですか、吐きそう。とりあえず手帳をバッグにしまい込む。持ってくの、持ってく。他のものに匂いが移りそうだが、背に腹は変えられない。マジか。何？何？突然愛が情けない声を上げて立ち止まった。屋敷さん、あれって何？愛の震える指の先を照らすと。え？え？何？何？何か黒くて長いものが壁にべったりと張り付いていた。髪の毛なのか。だがなぜこんな場所に。うわー、長すぎだろこの髪。ええ待って、照明で照らさないと出てこないんだけど、これ何。うわー、マイカー、これ間違いなく、ないのか。OK。 あ、なんか BGM ないの怖いな。水のシミやホコリなどで壁は変色している。色の具合から考えるとかなり古い施設のようだ。無骨ながしっかりした作りの鉄扉だ。塗装の剥げ落ちているところを見ると、だいぶ年代物のようだ。
すごい古そうな扉。まさか地面の下にこんな場所があるなんて。あ、もしかして何かの研究所とか。いや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 、よくそんな恐ろしいことをさらっと言えるものだ。無邪気といえばまだ可愛げもあるが、単純に考えが足りないだけかもしれない。ごめんなさい、ごめんなさい、私余計なこと言いました。いや、そうではないが。愛を放り出したままドアノブに手をやる。当然というべきか、鍵がかかっている。行こう。こういう場所にはあまり長居しない方が。そう言いかけた時だった。何？何？誰？規制を上げて一人の老人がテストビラの中から踊り出てきた。こりゃどこのもんだお前たちや。わしの縄張りで何をしとるか。うん？にやついているが声はあくまで真剣だ。その時ふっと異臭が鼻をかすめた。どうやらこの老人はここを住処にしているホームレスらしい。いや別に。そうです、私たち別に何もしてる。愛が突然に助け船を出してくれるが、大して効き目はないようだ。ここの地下壕はのう、お前たちみたいな半端もんが出入りできる場所ではない。地下壕だったんだ。分かったら縄張りを荒らさんでさっさと稲、ね、老人は再び鉄のドアの向こうに消えた。ご丁寧にしっかり施錠していったようだ。びっくりしました。まさか人が出てくるなんて。あ、もしかしてあの人ってホームレスの人ですか。え？声を弾ませて聞くことではないだろうに、彼女の中では珍しい動物でも見かけたような、そんな出来事なのかもしれない。それにしてもあの老人、なぜわざわざ警告しに来たのだろうか。扉が閉まっているなら縄張りとやらを荒らされる心配はないだろうに。なぜ黄色になってるんだ。扉が閉まっている、心配はない。しかしなぜがわからないなら忠実に従っておくべきだろう。行こうか、また問い合わされるぞ。はーい、これで行ける場所は大体調べたはずだ。ここはどうやら地下壕らしいが、コンクリート作りの堅牢な構造といい、普通の地下壕ではなさそうだ。うん、白衣の女とか飼いの情報はありませんでしたね。期待できるとすれば手帳くらいか。さっきのおじいさんにもっと話を聞ければよかったんですけど。あの扉の向こうに何があるのやら。この地下壕に入ってからずっと真綿で首を絞められるような息苦しさを覚えている。よどんだ空気のせいだと思っていたが、それだけではないのかもしれない。頭の中で何かがうずく。ここには何か恐ろしい秘密が隠されている。確信に近い予感だった。自分はもしやこの地下壕知っているのか。マジか。昔の記憶が。屋敷さん、ぼーっとしてますけど大丈夫ですか。顔色も悪いですよ。ああ、なんでもない。ここって空気悪いし、気分悪くなるのも仕方ないですよね。一旦戻りましょうか。柏木さん、頼もしい明るくて。地下壕の入り口まで戻ると、頼りない橋を登り始めた。壊れるな、壊れるな、よし、よかった。今壊れると思った。
橋が壊れて、なんか登れなくなるかと思った。マンホールから出ると心地よい夜風が頬を撫でる。地下でまとわりついた不快な空気が飛散していくような気がした。あら、愛さん、やっと見つけたわ。あ、あなた無事でよかったわ。あ、安岡先生、やっぱりか。おはようございます、お疲れ様です。お仕事。でもどうしてここに。九条さんの館へ行ったのだけど誰もいなくて、そこにあなたから命令が届いたからここにやってきたのよ。しかし本当に驚いたわ、そやさんが亡くなっていたなんて。どうやらこの人物が愛の言っていた安岡先生らしい。厚化粧のせいで分かりにくいが、しわがれた声からすると相当な年齢のようだ。おお、安岡十和子よ。あなたが屋敷さんね。あなたのことも印のことも愛さんのメールに書いてあったわ。印を刻まれた人のために頑張ってくれているそうね。安岡さん、あなたは印についてどの程度知っているんだ。年上だったら敬語使いましょう、屋敷。そうね、あなたが期待しているほどには知らないかと思う。さやさんからそういう噂があるけど知らないかって聞かれただけだもん。そうか、期待していただけに少々残念だ。呪詛の一種だろうとは類推してたけど、まさか人ならざる怪異の仕業だとは思わなかったわ。それに自分が被害者になるともね。安岡が袖をめくると腕には印が刻まれていた。私はもう十分に生きたから、それほど現世に未練はないわ。マジで。でも愛さんはまだ若いでしょ。絶対に助けてあげてちょうだいね。確約はできないが努力をしよう。そのためにあなたにも協力してほしい。本物の霊能力者と聞いているしな。屋敷さん、そのうさんくさそうな目は何ですか。私、心霊とか怪談は興味ないけど、安岡先生だけは本物ですよ。ふふ、疑うのも仕方ないわ。平穏無事に過ごしたいなら霊などには関わらない方がいいもの。でもね、屋敷さん、あなたの霊的な素質はこちら側の人間だと思うわ。他の人には見えないものが見えたことない。まず思い当たったのは時折聞こえるあの不思議な声だ。その時のことを安岡に話してみた。へえ、面白いわね。霊長はジャンヌ・ダルクの聞いた神の声などが有名だけど、普通は霊のささやきであることが多いわ。ジャンヌ・ダルクの神の声、それが精霊か死霊かはわからないけど、あなたを大切に思う誰かの霊が助けてくれているのかもしれないわね。いや、絶対九条さやさんですよね。それならもっとわかりやすい言い方で教えてほしいもの。確かに第三者もわかりにくかった。それは仕方ないでしょう。人と霊では住んでいる世界が違うもの。遠距離の無線通信にノイズが入って伝わりにくいのと似ているわ。はあ、なるほど。大切な人を守る霊ってなんだかロマンチックですね。屋敷さん、その霊に心当たりあったりします？あるわけない、俺には記憶がないんだ。仮に記憶があったとしても例の話なんてわかるわけない。それであなた方はこれからどうするつもり？一度九条家に戻るつもりだった。メリーに報告することもあるしな。あら、メリーさんってどなた？
お人形でなんと喋っちゃうんですよ。へえ、喋る人形。九条家にならそのくらいあってもおかしくないわね。全く動じないあたり、さすがは例の専門家といったところか。占い師っていうか、なんか魔女っぽいですよね。黒魔法とか使えそう。では九条家へ向かいましょうか。そのメリーさんという人形、興味があるわ。うわー、安岡さん頼もしい。大人って感じがする。私は十分に生きたって言ってた。そんな。OK？ 全部だろ。車から降りた安岡はガレージから庭の方を懐かしそうに眺めている。九条のお屋敷に入るのも久しぶりで、先々代がお元気だった頃以来だから20年ぶりくらいかしら。いくつなんだろう安岡さん。随分と長い付き合いなんだな。ふふ、そうでもないわ。私、先々代の村雨さんとお喧嘩して九条家と縁が切れたから。あ、そうなんだ。村雨さんのお葬式にも呼ばれなかったくらいだもの。先代の正宗さんやさやさんとも子供の頃に会ったきりよ。だから1ヶ月ほど前、さやさんから急に連絡が来た時は驚いたわ。ちょっと待ってくれ。先々代が九条村雨、先代が九条正宗、当代が九条さやだな。20年の間に2回も代替わりをしているのか。あ、早いのか。確かに早いな。ええ。安岡の能面のように白い顔が歪む。九条家はね、代々創生の家系なのよ。事故死とか心臓麻痺とか天寿を全うした人間はほとんどいなくてね。口さがない人は呪われた一族なんて言ってるわ。つまり九条さやもその霊に漏れなかったということか。偶然といえばただの偶然だが、この九条家にはそう言い切れない何かがあるような気がした。本当に呪いだとしたら、その正体は何なのだろう。たたりとでも言うのか。ところで愛さん、さっきから外をじっと見てるけど、どうかしたのかしら。ちょっと気になることが。あの屋敷さん、九条さんの家って庭で動物を放し飼いしてたりします？いや、飼ってないと思うが。そっか。じゃあ、あの黒いウサギは何だろう。仲間だ。あのウサギなのか。なぜこんな場所に。夜の窓からよく見えたな、黒いウサギ。そのウサギはどこに。本館の方へ向かって行きましたよ。口に何かを加えてたみたい。なんだ、何かってなんだ。そこまではさすがに。暗くて距離もあるからわからないです。よく見えたな。屋敷さん、ウサギに心当たりでも。まあな。調査中に出会った黒いウサギのことを二人に説明した。メリーの話によれば、何かの霊の宿ったウサギらしいが、それが突然この九条家に現れた。どういうことかしら。はあ、不意に鼓動が高鳴った。嫌な予感がする。恐ろしいことが起きそうな。気がつくとホールへ駆け出していた。
駆け込んだ玄関ホールの様子はいつもと変わらなかった。黒いウサギはこの館の中に入ったのだろうか。その姿を求めて辺りを見回すと、メリーか。ソファーにメリーの姿がない。屋敷さん、あそこ部屋の隅のとこ。愛の指の先を追うと、あれどういうことです。愛の声は震えていた。わかるわけないだろうか。喉の奥から絞り出した自分の声も同じように震えていた。安岡はずっと黙ったままだ。マジで？メリー？メリーが無残な姿となって転がっていた。美しい容貌は粉々に砕け散っている。そのそばには黒いウサギが倒れている。ウサギの首はあらぬ方向へとねじれ、鮮血が飛び散っていた。何今の実績。かすかな期待を抱いてメリーへと声をかける。だが帰ってくるの静寂ばかりだ。あーまいか。嘘だろメリー。人形にふさわしい表現ではないが、メリーは死んでしまった。嘘だろ。嘘だろメリー。嘘。マジで。それからあえて安岡に手伝ってもらい、メリーの残骸とウサギの死体を片付けた。誰も喋ろうとせず、静寂の中で作業は進んでいった。嘘。え、待って、俺間違えた。選択肢なんてありましたっけ。いやー、選択肢なんてなかったですよね。もうメリーはいない。これからは彼女の助力なしで印と解に挑まなければならない。恐怖と不安で押しつぶされそうになる。果たして今までのように解を追うことはできるだろうか。できねえよ。ここで何が起きたのか。やはり貝の仕業なのだろうか。九条館だからといって安全である理由にはならない。実際九条さやが花彦君に殺されている。そしてウサギがなぜここにいるのか。最後に見たのは栄一神社の前だった。あの後九条館に向かったのだろう。何のために。屋敷さん、よろしいかしら。片付けてる途中にこんなものを見つけたけど心当たりあるかしら。安岡が差し出したのは輪っか状のキーホルダーのついた鍵だ。はあ、マスターキーか。輪っかにはプラスチックのタグがあり、マスターキーと書いてある。九条館のマスターキーなのか。だがどうしてここに。愛さんの話だとウサギが何かを加えていたそうね。この輪っかのキーホルダーなら加えて持ち運ぶことができるわ。じゃあウサギがマスターキーを持っていたとでも言うのか。あくまで推測よ。
メリーさんが持っていた可能性も否定できないもの。だがメリーは知らないと言っていた。今となっては真相は闇の中だ。この鍵があれば九条館のどの部屋にでも入れるんですよね。これうまく使えないでしょうか。それなら調べたい場所がある。九条館で調べていない唯一の場所、それは2階の盗難の隅にある鍵のかかった部屋だった。部屋そのものの構造は他の客室と変わらないようだ。机の上の工具、あれって何でしょう。すごく専門的な感じしますけど。あちらの額縁も気になるわ。中に収まっているのは写真かしらね。目につくのはその2箇所だ。さてどちらから調べようか。メリー、俺が屋敷だったらそう2、3日泣かしてくれないとまともに動けないよ。ああ、マジでメリー、嘘、俺第5章までいると思ったのに。もうメリーに会えないの。ああ、机の上に工具を並べたボードがある。さまざまな刀の形をした彫刻刀やのみ、長いヘラなどがずらりと並んでいる。その横には塗料の入った瓶が並び、美術書が積んであった。ここで何か作っていたのだろうか。わかった、メリーの人形だ。引き出しのどの段にも工具がぎっしりと詰まっていた。期待していた印に関する資料やレポートのようなものはない。あれ、愛が彫刻刀の一本を手にして絵の部分をじっと見ている。この彫刻刀ですけど、 MK って名が入ってますね。九条さよなら SK のはずだが、さやさんのお父様である先々代当主の九条村雨、あ、村雨九条か。お父様である先代当主の九条政宗、どっちも MK だ。どちらも MK よ。安岡は首をかしげて考え込んだ。九条家は遥か昔、仏師として数多の仏像を手掛けたそうだけど、そうだったんだ、仏師。村雨さんか政宗さんのどちらかがその影響を受けていたのかしらね。机の調査はこんなものだろう。次はあそこを調べよう。額縁の中に複数枚の写真が飾られている。和人形、西洋人形、ろう人形、マリオネット、いずれも人形を写したものだった。そしてその中の一枚にはメーリー、一糸まとわぬ姿のメリーが映っていた。どうやら組み立てている途中の光景らしい。机に並んでいた工具がもし人形作りの道具だとしたら、メリーはこの館で作られたのだろうか。待って、これ印じゃないですか、この左腕の。じゃあ右腕か。これ絶対印ですよね。メリーの右腕にある模様、これは印だろうか。だが、彼女の腕にそんなものはなかった。それにこの印は印人の印と色が異なるようだ。黒い印、赤い印とは違う重々しい不気味さを感じる。机と額縁を調べた後、他の場所も一通り調査してみたが、特に目ぼしいものはなかった。
残念ですね。もっとすごい秘密があると思ったんですけど。肝心の貝や印のことは何も分からずじまいか。そうなったらあと、地下壕で見つけた日記ですね。どうやらそれにかけるしかなさそうだ。ホールへ戻ると、そこに置いておいたバッグから赤い手帳を取り出した。香水と重臭の混ざった強烈な匂いが漂った。鼻がまかりそうだ。この下品な匂い、ケーミア町北通りの撮影の時にも嗅いだ気がするわ。え？匂いは一瞬だったから気のせいだと思っていたけど、もしかしてあの時印を。安岡はしかめ面で手帳を睨みつけている。もし彼女の言う通りなら、この手帳は怪異の正体につながるものかもしれない。手帳の中身は女性の日記だった。香水がかかったまま長い間放置されたせいだろうか。変色やにじみのせいで多くのページがまともに読めない。ただ最後のページはそれを免れていた。日記の日付は1ヶ月半ほど前だ。1ヶ月半ほど前。ズー先生、かっこ、かっこ。運命の日を木星に控え、教員だった頃の日々を思い出します。子供たちは私のことをズー先生と呼びました。ズー、動物園先生。私が理科室で多くの実験動物を飼っていたせいでしょうね。可愛らしい蛇たちをはじめ、大好きな動物たちに囲まれた日々。つまらない研究をしている今よりはるかに充足していました。ですが、愚かな校長と火事のせいで学校は廃されてしまった。私の楽園は奪われたのです。私は楽園を取り戻さねばなりません。シュラ様はそのために必要な英知を私にお与えくださいました。シュラ。明日、私は死にます。そして、シュラ様のご慈悲によって、ズー先生と生まれ変わるのです。あの格好でもう一度、私の楽園を築くため。シュラ様のご慈悲。すべては、シュラ様の導きのままに。ああ、シュラ様。なんてこった。残りのページはすべてシュラ様で埋まっていた。途中で感極まったのだろうか、シュラ様の文字に接吻した形跡がある。赤いキスマークとむせるような香水の匂い、色濃くよどんだ女のレズ状を感じる。この手帳に込められた暗い情念、おぞましいわ。今すぐにでも焼き捨てたいところね。これを書いたズー先生ってもしかして噂の白衣を着た女幽霊なんでしょうか。研究をしていたのなら白衣姿でもおかしくはないな。でも日記にあるあの学校って一体どこなんでしょう。ズー先生の楽園らしいですけど、心当たりとかありません。H 小学校、 H 小学校だって理科室あったっけ。あ、2階ヘビーって行けなかったんだ。そうだそうだ、あの学校って2階に行こうとしたらヘビーいましたよね。でなんかアイテム使うのかなと思ったら結局行かなかった。なるほど、 H 小学校だろ。私もそう思うわ。
この辺りでまだ壊されていない廃校舎はあそこくらいだろう。そこが日記を書いた女の楽園なのかしら。日記の内容を信じるなら、女はこれを書いた後に命を絶ち、シラ様とやらの導きでズー先生になったことになる。人間が自身の意志で蚊になるなんて異常すぎる。本当にありえるのか。日記の女は生まれ変わりによほど確信があったみたいね。地下壕に日記が捨ててあったのもその傍証じゃないかしら。人間だった頃の過去にさよならのつもりだったのかもしれないわ。おせちな話ね。ズー先生、そいつが私と安岡先生に印を刻んだ相手でしょうか。日記があった以上、カイは地下壕のことを知ってるはずだ。何か理由があって出入りしていてもおかしくない。次に調べる場所は決まったようだ。一小学校へ向かいましょう、屋敷さん。嘘だろ。メリーはもういない。そんなことってある？九条館の惨劇。謎の地下壕から帰還した我々を衝撃的な光景が出迎えた。無残に破壊され動かなくなったメリー、そして血に染まり息絶えた黒いウサギ。その惨劇に誰も言葉を失った。なぜウサギが館に、どうしてメリーと共に死んでいる。彼らは俺や印人たちの行く手を照らす霊的な存在だった。この先俺は怪異とどう対峙していけばいいのか。館のマスターキーで惨劇の始末の際に安岡は九条館のマスターキーを発見した。どういうわけか黒いウサギが持っていたらしいが、ともあれ我々は館の鍵のかかった部屋に入ることができた。調査の結果分かったことは、鞘の先代の正宗もしくは先々代の村雨がメリーを救ったかもしれないということ。だが期待していた鍵や印の情報はついに見つけることができなかった。赤い手帳。残る手がかりといえば地下壕で拾った一周の漂う手帳。その匂いは愛と安岡がマンホール通りのロケの際に嗅いだ匂いと似ているという。手帳の内容はある教師の日記らしく、かろうじて読める部分からは何とも言えない異様さが伺えた。明日私は死にます。そしてシラ様の乞食によってズー先生へと生まれ変わるのです。ズー先生、ズー動物園、それは実験動物を多く飼育するこの教師の愛称のようだ。そしてその研究場所となった廃校は H 小学校かもしれない。マンホール通りで愛や安岡に印を与えた怪異と、そこで目撃された仏像を抱えた白衣の女。仮にそれがズー先生ならば正体を確かめねばなるまい。 H 小学校を調べなくては。どこかに異変があるはず。ああ、メリー、マジか。このメリーはもういないが悲しくいる。ああ、元に進めようかなと思ったけど、メリーでショック受けすぎて休まないとできないかもしれない。ちょっと休憩しないと。メリーが、じゃあここまでにしようかな。でももしかしたらなんか何かしらの奇跡が働いてメリー復活なんてことなんないですかね。これだけ怪異とか呪いとかいっぱい出てくるからメリーが復活したっていいんじゃないですかね。ああ、多分あのウサギはメリーを助けようとしたのかもしれない。助けに来たけどちょっと間に合わなかったみたいな雰囲気あった。じゃあメリーがまた出てきてくれることをちょっとだけ期待しながら。じゃあご視聴ありがとうございました。